こんにちは、空手トレーナー小次郎です。今回の動画ではここぞという時に攻められない選手へ向けて考え方、対策をお伝えしたいと思います。で、結論からお伝えすると、不安定、体が不安定であるっていう、理由になります。で、不安定だとなんで良くないのかっていうと、基本的に人間が、動きを見て反応する時とか対応する時っていうのは、運動神経を伝達させて神経伝達が行われて運動するんですけど、その時って脳が基本的にここだっていうところを判断して、指令を送っています。なんですけど、脳みそっていうのがこうあった時に、脳みそが一番避けたがることっていうのが、不安定でバランスを崩して頭をこう打ちつける、そうすると脳がダメになってしまって、人間としての活動がもう行われなくなってしまうっていうのを脳は怖がるために、体がそもそも不安定な状態であると動作をストップするっていう習性があります。ですので、体自体がガチガチだったりとか動くパーツが少なかったりすると、その時点で脳は抑制をかけます。目で見てて反応がいい選手とかだと、あ、ここだっていうところ分かると思うんですけど、もしここだと思ったとしても脳がもうダメだ、そこ行っちゃダメみたいな感じでストップをかけてしまうっていうところがあります。ですので、まず不安定だったところから安定した状態を、作れるように、安定を作り出すことでバランスを保って、ここっていうところで脳のその判断に合わせて体が動くっていう状態作りができてきます。ですので、まずはこの不安定な状態を取り除いて安定に持っていく、で脳を安心させるっていうのはすごく大事な、イメージということになってきます。で、逆の発想で、脳が嫌がるのが転倒することになるので、もし組手してて完全に相手の流れが来ちゃってるなみたいな、自分のスタイルも出せてないし流れが相手でこのままだと負けてしまうっていう時は、足払いとか、今両手で掴んじゃいけないんですけど、ちょっと投げたりとかして少し相手の脳が床にこう近づくっていう、ちょっと怖い経験をさせることで相手の脳の抑制を作るっていうことも可能になります。組手を組み立てる上では相手の安定を不安定に崩すとかっていうのはすごく有効な手段になるかなっていうふうに思います。で、どうやって安定を作るのかっていうと、体がやっぱり動くパーツを増やすっていうところがあります。例えば足だけで動いてる選手がいたとした時に、もしこう相手のフェイントに引っかかって足が止まってしまった時っていうのは、もうそのまま動くことができないので脳ももう出そうと思っても出せない。で、そもそも足払われたりしたら不安定でそのまま倒れてしまうんですけど、もし足払いされたとしても上半身でうまくバランスが取れれば結構その場で持ちこたえたりっていうのができたりします。ですので、とにかく動く場所を増やすっていうのがすごくポイントになります。ですので、ちょっと繰り返しになりますが、なかなかこうポイントがここぞというところに狙えなかったりとか、自分持ってないなみたいな、チャンスものにできないなっていう選手は、まず不安定な体の状態っていうのを整えてあげて、安定した状態を作ることで脳の抑制がかからずにいつでも攻撃ができるっていう状態ができてくると思いますので、ぜひ意識して体の使い方とかを取り入れてみてください。はい、今回の動画は以上となりますが、このチャンネルでは空手選手がパフォーマンスが上がるような内容を発信しています。また他にも悩みを解決するような内容も発信していますので、もしこういうことを知りたいとかあればご相談いただけたらと思います。あとチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。はい、今回の動画は以上となります。ありがとうございました。